大豆山山中楽しんでもらおう特別企画、海釣りをがっつりやって、その釣った魚しか今夜は食べれませんスペシャル、というわけで、まあ、いつもと違うプレミア動画ですよ。5月頃ですかね、特に山中さんちょっと元気ないっぽいんで元気出してくださいっていうことで、ぜひちょっと山中さん息抜きしてくださいっていろいろなコメントとかね、まあ、そういうことをご支援してくれた方もいたんで、ちょっともう山中がちょっと結構1年ぐらい前かな、はい、まあまあ結構そのこれやって、すごい楽しかったっていう企画があったんで、はい、また改めてすごいな、もう風がで大豆さんもな、大豆さんもな、あの釣りがそう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 、ちょいちょいね、うん、ちょっとキャバレーはあれですけどいけない、プレミアで出せないわいやもうさ、今日も俺はもう、うん、なぜ YouTube としてとか、うん、仕事としてとして俺は今日来てないから、うん、趣味として来てる、遊びとして来てる、うん、まあいつもそうだから違うわ、いつもそうだから今日もちゃんと責任感持ってるわ、一応これでも、いやでもね、もうすっかり夕方ですからねいやもう頑張んないといけないですよ本当はね、本来はもともと市原市の方でね、僕らもう撮影許可も事前に何週間前に取って、もうそこで釣りさせてもらうためにね、もう許可取って宿泊先とかも全部取ってね、やっていざ当日行ったらですね、担当の方の手違いで、あ実は無理でしたと急に言われて、ほんまにびっくりしたね、僕らそんなん知らずにこの釣りの前に市原市一生懸命ゴミ拾いね、ノーノーとしていろいろやって、いざよっしゃ釣りだと思ったら急になんかすいません手違いでしたみたいな感じの言われて、ほんま俺今日できんのかなと思ってショックでしょ、あやべえもうこれ今日 俺らどうするみたいなって、俺らこれ高い金払って宿泊とかもさ、ほんまよこれだけのために来たんやから、来たのにこれもう何もできないで帰るのかと思ったら急遽ここ釣りも撮影もさせてもらえるということで、そう皆さんこれからはもう市原市じゃなくてこっちの幕張の方にね今我々リッチドッグ市原市大嫌いですから俺だってこんな俺がやで、こんな俺が思わず市原市の担当者なんてね、なんかやってほしい俺そうやって出ていったからまあちょっと正直あの態度はよくなかったもんな、あの人らな、もう 俺もちょっとカチンと言ったの、いやいや電話と言ってること違うじゃんってなったから、マスクの中で唾吐いたでもまあやっぱ捨てる紙あれば拾う紙ってあれで、もう本当に急遽特別に撮影許可をもらったんです、なんていい幕張、皆さんこれから幕張ですからここの方が絶対いいですからよかった、だって明日のゴミ拾い動画俺らその市原市の出来事何も知らずにノーノーとゴミ拾ってるから、市原市のいいところをお届けしようぜとか言いながらやってるからその後俺ら大嫌いだからなんかで挽回してもらわないと一生いかないだろうから今のところな、俺は今、まあ、喧嘩分かり中やから俺もう二度と来ねえだろ、その釣り場がただここはもう素晴らしいとこですから、でちょっともうそういろいろあったせいで夕方になっちゃったんで急いで釣りしましょう、そうやな、で釣った魚しか今日はもう食べれないという、釣った魚しか食べれない、いやまあ昔ね釣った魚しか食べれませんって企画やった時になんかお前が釣った魚しか食べれないはずなのに夜コンビニから出てきたっていうねなんかそういう情報が流れたけど、さだって魚しか食べてないはずなのにニンニク臭いお前が元々なのか何なのか分かんないけど、ラーメン食っとるやん今日俺でもそれはこう動画公開してないからそんなの知りようしてもない、まあ俺がちゃんとまあ報告するからみたいな、なんだらええねん、そうちょっとでももう夕方だから釣り始めようか、喋らぬもやらやら、よっしゃ今日もだから今から釣りがっつりやって、はい、その釣った魚だけ、ただ周り誰も釣れてないですけど、ただまあここはもうわざわざまさに拾う神ですから、ここ我々にとっては、よしじゃあやるか、さあやっと今2人とも竿を出しましたね、はい、1人2本で1本はもう遠くへ投げて大物狙い、で、ね、でもう1本がなこの辺で、一応釣り具屋さんに聞いたら、はい、このサビキ釣りが釣れてるとは聞いたんでやってますが、釣りたいな、なんかであれだな、んなんかだんだん周りの人がいなくなってきたし寒くなってきたな、寒い風強いし、さっきのバチャバチャ言ってるのはさ魚、あでも魚も跳ねてはいるな、あそうなんや、ただ本当想像以上に寒くなってきたな俺半数半ズボンやからさでも超リラックスできる、そうやな、もうすごくいいわ、しかも人が少ないから余計な、うん、やりやすいな、いっぱい喋れる、声出して喋れるから、
これで連れてくれたらな。前それこそ高幸さんがいて一緒に釣り行った時は、うん、確かお前ゼロで俺5、6匹釣って、お前人数分釣ったんや、俺が1人でみんなの分釣ったんだよな。そうやで、うん、だからまあいつも通りってことだな。いやでも今日はあの俺の日なんやから、うん、あのやらかしてもらうからな。あお前が やらかしてもらうからな、まあ、やらかしてるのはいつもだからな。やらしてもらうから、じゃあ今日山中の本気が見えるってことだな。今日釣った魚の数がきっとお前の人生の大きさに匹敵するだろうから。いやでももう俺今日そんなつもりで来てるし、おやし、うん、お前が釣れても、うん、俺が釣ったことにしてもらうから、今日は俺の日やから。まあ今までなそういうこと何回もあったからしたいわ。おいこれなんとかそういう風にしてきたけど、やめろ、俺本当どんだけ意地汚い YouTuber になってる。YouTube の利点を最大限に生かしてる。まあ今のところまだうんともすんともやっぱ、まあまあ始めたてですから。まあまあまあな、うん、でもやっぱり俺この時間好きやな。あざな、うん、なんかいろいろ無になれるというか、もっと暗くなったらもっと綺麗な夜景とか船の景色がな、いいんだろうな。こうなったら確かに一回船でね釣りやってみたいな。いいな、うん、船でなどっか行くのはやっぱ特別だよな。いや特別だと思うで、うん。さあ、2人とも上着を。真っ暗やな。寒いし真っ暗だし、うんともすんとも言わないでしょ。マジか。やべえな、もうお前のこれ なこれでダメだったら、これで数字もいかなかったら山中楽しみ会がもうな1年後とかになっちゃう可能性あるから。おお。なんとか釣らないと。そうよ。マジでも今んとこ全く、まあでもよく考えたらさ、思ったけどさ、もともとはだってずっと許可も取って宿泊とかも全部さセットして行った場所が急遽今日ダメになって、うん、その時もあもう撮影絶対今日無理だと思ってたのに、なのにここで撮影させてもらえるってことになって、うん、それだけはやっぱすごかったな。今考えたらこれせっちゃんパワーだなと思ったの。そうだね、普通だったら絶対もう何も撮影できず帰ってたところが、めちゃめちゃ簡単に解決したもんな。そうここだけは本当にね、だからそれだけはもうせっちゃんパワーでなんとかやったけど、はい、魚はまだ釣れないから、おいもうこれで山ちゃんパワー全然やんけ。山中大豆さん楽しみ会、これちょっとしばらく、おいおいどうすんの。大豆さんちょっとここで釣れなかったら大豆さん、大豆さん大丈夫か、楽しんでくれてるかな。おじさん2人の夢が散るやんけ。やべえな。でも本当に釣りってこう待ってられても穏やかに過ごせるな、まあ、まあそれは本当に楽しいことは楽しいんですけど、ただ絵的にはもう今のところだってこれ今何分経ってるか、映像的にどうすんねんこれ。プレミアとして大丈夫かな。おい、しかも心霊検証じゃないプレミアってとだいぶ久々っていうかさ、そうよ、そうそうそう、そんなにいっぱいやれるわけじゃないから、今日結果出さないと本当に、だって今日あれでしょ、魚だって食べないといけないもんね。そうだって今日の晩ご飯釣れたとして食べなきゃいけないし、うん、だ釣れたとしてもまだまだこの後撮影続けなきゃいけないし、うん、釣れなかったらもう何も食べられないっていう最悪やんけ。あとまあプレミアだからちょっとなんとか次こそな魚バーンって映ってるような絵にしたいと思うな。よし、もうちょい頑張ろう、はい、寒いけど。来た。おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。長時間かかったんですよ、もうね。でっかっ。おお、これ今から調理めんどくせえだろ。なんか死んでね、こいつ。え？動かれん。動いて動いて動いて。やばい。すみません。これ続く。でっか。じゃあ石餅だ。え？石餅。何石餅って？スーパーに売ってる魚。やっとめっちゃ楽しい。めっちゃでかっ。そんなでかいの釣るとき結構気持ちよかったんじゃない？
気持ちよかったよ。でっかい、これ30センチぐらいあんな。や、楽しい楽しい。山中息抜き会がもう今日終わりかなと思ったら、そうそうそう、もうおかなりの模様が老けてきてねでもなんか釣り人の人がちょっとずつ増えてきたからな。そう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 、もしかしたらと思ったら、俺実はもう一個の竿、もう一個ももしかして、え、これじゃないか、うん、いや、これもう諦めかけていや、まあ、本当にカメラもな、もう諦めかけたその時やね、ていうか片付けようとした瞬間だったからな。そう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 、 うわ、もうちょっと粘ってみるか。ちょっとそうやな、もうちょっとだけ、前な、お前だけ釣れなかったから、これでなんとか釣りのあれが分かったじゃん、気持ちよさが。あれ、マクシュー気持ちいいやな、これ。そうそうそう、もっとだからこうガッと合わせられるともっとうおってなるね今もなんか気づいたら釣れてたって感じだったからな。いや、本当これ表現合ってるか分からんけど、めちゃめちゃ脳汁出たわ脳から汁出た。そうだね、よしよし、じゃあもうちょっとだけ粘るか。もうちょい粘りましょうか。 OK。 さあ結果発表、はい、というわけで、魚しか今日は晩ご飯食べれないということで、うん、今回の結果はこちら。調理しました。で、山中のこのでっかい1匹だけなんで、今日は僕は抜きです山中すごいな、釣った人本人そういう気味じゃん、うん、なるほど、今日はそういう日なんや。そうそうそう、めちゃめちゃでけえな、それでも今まで俺らのチャンネルで一番でかいな、多分。そうだね、うん、だって乗り切らんかったもん、ね、石餅っていう魚。石餅、うん、石餅ちゃんが頭の部分に石があるから石餅らしい、うん、あ、そうなの、うん、釣りたて、出来たてなのね。釣りたて、焼きたて、すごいな、釣った瞬間だって外国人の人話しかけてきたもんな。そうやな、あの、おめでとうございます。そう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 、おめでとうございます。ありがとうございます。俺らがあんまりにも騒ぐからよかったな、釣れて1匹だけでも超大逆転勝利だな。なかなか釣りたてを、でっか、身があんまい、うわ、今日は俺食えねえからな、すげえな、うまい。こんなでかい魚まるまる一匹食べる機会もなかなかな、ないよ、うん、身があんまい。いや、でも美味しい、これ切ってくれたおかげで、もう本当だから今日これでもう本当お前2024年の運全部使ったろうな、これ。なんでやねんな、全ての運を使って切ってくれたわけだな。だとしたら運弱すぎるって俺、うん、もうお前の残りカスみたいな運を全てここに凝縮させて切ってくれたわけか、よかった。じゃあ俺これどんだけ大事に食わなかったプリップリ、うわすげえ、音もすげえ、うわー、あー、お前に食ってほしいないや、でもやっぱここで俺がやっぱ食っちゃうと、次このゲームやった時つまんなくなっちゃうじゃん。あ、なるほどね。そうそうそう、俺が、うん、お前食れやとか、そうそう、お前は前さ、あの、釣った魚しか食べれませんの時、なんかコンビニから出てきた疑惑あるけどお前さ、それは一応カットされてるから本当にそれ言っちゃいけない。あるよ。あの、別にコンビニには行くやろ普通に。まあ何買ったかは別に教えへんけど。俺がだから、例えば俺がこうやって、もし俺だけが釣ってたらだよ、うん。俺だけが釣ってたら、お前その横でコンビニで買ったお寿司とか食べて。お前釣ったんや。あ、じゃあ今後のためにいや今日は僕だけが食べると。そうそうそう。このゲームをこれからも盛り上げるためにはな。でもあんな、うわ、これはこれがだってさ、今日は1日だけじゃん、うん。2日とか連続になったら、それはもっと盛り上がってくるというか。今日俺食えなかった、明日こそ食わなきゃっていう風に。あ、俺多分ほんと見たことない顔してお前睨むと思う、それプリップリなの本当に身が。しかもなんかちょうど今が旬らしいから、だからあれだもんな、さばいてる時卵出てきたもんな。卵出てきた、そうそう、本当はだからもっと釣りとか料理うまい人はあの卵も食うらしいけど、うん、ちょっと俺ら分かんなかったから、うん、まあ、そう、うん、あの知識はないんでね、うん、料理は別にお互いするけど、うん、もっと釣れるとことかさ、もうちょっとなんか優しい場所とかさ、いろいろ、それこそなんか俺これやったら面白いんじゃないかなと思ったら、対決というか、うん、あの潮干狩り、はいはい、そうそう、もうあれだったら絶対取れんじゃん、
撮ってお互いもう料理する、うん、あれだと盛り上がるかもしれない。あ、いいね。しかもうまいだろうしな、ハマグリとかなんかいろいろ取れて。ああ、いいね、ちょっとやりたいね、うん、いや今日はでももう山中大豆さん両者のこの息抜き会、両者がずっと行きたい、それこそ大豆さんもずっと魚の子行ったから、うん、俺今日釣り行けたから本当にリラックスした。本当に、いや本当な、なんかもういろんなことありすぎたけど、なんだかんだまあ良かった結果。良かったよ、うん、なんかもう改めてなんか、うん、あ、釣り趣味にできたらほんま最高やなと思った。あれがだってな、家の前にあったらな。そう、うん、海の近くに別荘をさ、もし買えるようになったら買って、うん、ほんと休みの時に釣りして、うん、で料理してみたいな。確かに釣り系 YouTuber なんかってあれよく海の目の前とかに住んでるからさ、うん、毎日海で釣り釣ってそれ食ってる動画上げて生活してるからな。だから俺初めてかもしれない、なんかいろんな塔でカップルとか見ると、うんうん、クソカップルと、うん、何幸せになってんやんと、うん、俺を差し置いて、うん、ふざけんなよって、うん、いつももうムカムカしてるんやけど、うん、釣り場にいたカップルは、うん、ちょっと初めて羨ましいと思った。なんか自分が多分大体男主導やと思う、うん、そうな、うん、自分が釣りに行って一緒についてきてくれる女性、うん、確かに、ああ俺こういう人と結婚したいなってちょっとなんか初めて思った。釣りしてが趣味な女の人の YouTuber でもやっぱ流行ってるな、うん、だってあんまりいないもんだって。釣りができる女の人って大体料理もうまいし、うん、それからやっぱなんか大体何でもできるような人が多いな見てると、うん、YouTube 見てると、うん、いや、というわけでじゃあ今回プレミアですから、うん、この後、大豆さんたち、せちゃんたちのお話がありますので。楽しみに。ああ、じゃあ、さあ、どんな風に、それこそ大豆さんずっと言ってたからな。一体どんな感動の声を聞かせてくれるか、うん、みんなが楽しんでくれたか、ちょっと聞いてみましょう。設定完了しました、はい、それでは感想を聞いてみましょう。
これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。これはいいな。